七条大橋七条大橋は、京都府京都市を流れる鴨川に仮設された橋。五連の鉄筋コンクリートアーチ橋で、現在鴨川に架かる橋では、最古の橋である。七条通りを通る全長82メートル、福音18.1メートルの橋で、スパン15.2メートル、ライズ1.5メートルのアーチ構造を基本とする、鉄筋コンクリートアーチ橋である。 黎明期の RC アーチとしては群を抜いて巨大で、鴨川筋で唯一明治期の遺書を残しており、2008年土木学会より戦勝土木遺産に認定された。第二次世界大戦中の金属の教室で、降乱や街灯が失われていた。そのため長らく木製の欄干だったが、京阪本線の地下化と川端通の開通に合わせて金属製の欄干に変えられた。 1987年に改修された高欄には33県道の東資屋がデザインされている。NPO 法人、京都警官フォーラムや京都女子大学、地元住民が中心となり、鴨川を100年見つめる七条大橋と歩む会を2013年4月14日に発足させ、登録有形文化財への登録を目指している。橋の付近の鴨川は、 下京区と東山区の境界になっている。橋城からは東山の山々を望むことができるほか、南側に東海道本線、東海道新幹線の鉄橋が見える。鴨川下流の塩工事京城から見た、七条大橋前景1908年から開始された、京都市三大事業の道路広む地区及び京都市連付設の一環として、市条大橋と共に掛け替えが計画され、 1911年11月に、着工。1913年4月14日、開通。資源7乗船も同月開通した。設計は、東京帝国大学教授柴田瀬作。衣装設計は、森山松之助、山口幸吉。1935年6月28日深夜から29日にかけての、鴨川水害では、上流のどんぐり橋。 松原橋、五条大橋は流されたが、上流の正面橋が橋の残骸を受け止めて、七条大橋は無傷だった。水害後の河川改修計画には、琵琶湖疎水と京阪電鉄の地下化が含まれた。第二次大戦後に持ち越された計画の実現により、七条大橋は、疎水をまたぐ鴨川砂岩の位置計画が短くなり、当初の橋長112メートルの六連アーチ橋は、 現在、5連82メートルになっている。1978年9月限りで、京城を通過していた資源7乗船が廃止された。橋の西南側には、大明戸の稲荷神社がある。橋の東側には、地下に、京阪電気鉄道の7乗駅があるほか、駅からさらに東寄りに33県道や、京都国立博物館が所在する。ありがとうございます。